堺水道大橋を走行中の様子堺水道大橋は島根県松江市から鳥取県境港市にかけて堺水道をまたぐ国道431号の橋である。2002年まで一般有料道路であった。延長709メートルの3景間の連続トラス橋である。日本道路交段による6年間の 調査検討期間と3年間の施行期間を経て1972年7月に一般有料道路として開通。竣工当時の同形式の橋としては中国地方で最長で全国でも5番目の長さを誇っていた。左岸の松江市側は標高約50メートルであるのに対し、右岸の境港市側は埋め立て地上のほぼ0メートルと、 大きく地盤高の異なる両岸を結ぶ都合から左右、非対称となっており、結果として上地式と下地式とを組み合わせる再加減となった。1972年度の土木学会、田中賞作品部門を受賞している。1972年から2002年まで料金を徴収していた。また、軽車両も通行できるが、有料道路時代は軽車両も 料金を徴収していた。歩道が大変狭いが、建設時の日本道路公団の担当者によると、境水道大橋の採算が厳しいことから、設計条件を極度に切り詰めたため、歩道は省略し、将来段階施行を行うこととした。としている。宇川広木の朝霧の御子休館において、99艦隊の砲撃により破壊される。 一万トンの外交線が通過できるようにするという地域の要望を受け入れたため設計は難航。条件を満たすために三景間連続上下路、四季極限トラス橋という形式を採用した上で、取り付け道路部分で長尻を合わせることとなった。この結果、境港市側は取り付け道路の部分を短くせざるを得ず、 本来であれば5%程度の勾配が、限度の8%に近い7.25%と、急勾配となった。一方、三保の関町側は取付道路の用地交渉が難航。結果的に1971年の開通予定が1年遅れることとなった。境水道大橋が開通するまでは、私船が境水道の両岸を結ぶ交通手段であったが、 開通後は相次いで廃止され、2007年に堺水道都線が旅客船の運行を事実上廃止したことにより姿を消した。ありがとうございます。